か言ってたな。何でしょ。ゼロ何になります。こっちで頼むからいいよ。いいでしょ。何？俺？俺いらない。ウーロン茶でいい。水でいいや、水で。俺はいらない。うん、ビールだけじゃあごちそうしたら。ビール頼んでくれたの？頼みました。ありがとう。いただきます。ありがとうね、俺。ありがとうございます。ありがとうね。いただきます。気持ちいいです。もう一個頼む。これうまいね。これで食べてみて。マジで。優しいやつ。ご飯じゃない。本当に大ダムって。何ですか。ショーにします。うん、豚足じゃない、なんかただ頼みに来た。豚足。豚足好きなの。豚足大好き。嫌いとかじゃないけど。ビールとは詳しいです。豚足大って多い、多い。結構多いです。すみません。小に変更できます。小に変更です。これ卵チフチムキャンセルしてもらっていいですか。少々お待ち。豚足が小で、卵チムキャンセルで。バファリン連れてく？バファリンか。バファリンはいらないですよ。いらない。いらない。スープってどこ？これがうまい。こういうことなんですか。前髪だけ金髪。新野菜もいらない。絡まないよ。絡まないよ。絡みにないよ。新野菜。こいつにつけむいてください。ひどいよね。何とも思わない。何とも思わない。誰見ても。誰見ても。女見て、おーとかならないですもん。ならないですよ。いや、それ無敵だな。全員がないから。バイさんが疲れちゃってるんですか。体調悪いんですか。体調悪い。これ楽しめるのか。
電子タバコ、電子タバコしか。帰らしたら、いや帰さない無理だ。あ、ちょっと朝倉未来の所在地を今調べ上げない特定すか。ちょっと新野町のサブアカ鬱陶しいよ、本当やめてね、新野町のサブアカ。わかんねえな、4日目のツイートで終わってる。いや、多分ちゃんといますよ、東京に、うん、東京にいます。深夜町って配信してるの？どうせやめたんでしょ。だからうるさいやつが来るんで、流れてくるんで、うん、監視してるでしょ。でしょ。だから新やっちょが欲しいとかっていうやつがいるんで、皆さんの愛こそ借りて進みます。こんなの進みます、そうはない。3階だと出演ブースがあるんですよ。飯食ったら案外いい時間になるかもしれない。なんだかんだで、ちょっと履歴書とかも書かないでしょ。履歴書とか、うん、履歴書ってなんで渡すの？履歴書はだから分かりやすい、分かりやすいやつ、本人が。ああ、配信履歴、じゃあ終わったら履歴書を書いていいですか？最大閲覧数。ああ、最大閲覧数ですか、ね、今のフォロワー数。フォロワー数少ないですからね、僕自慢できるようなところないですけど、ツイキャスの最高閲覧数が11,000人、うん、それ金梅さんと僕とあのツバニャンとあとハンマーユーコいたとき、それが最高ですよ。スワッチも1万超えてる。スワッチは15,000人ぐらい。星はこちらにあります。金梅さんは俺なんか8,000ぐらい。最高エプランか、スワッチは。ツイキャスは、うん、キャスはそう。え、キャスキャスじゃない、あのスワッチ、キャスは13,000。それ何したことですか？あのテレビ局でヤベッチトツマツしてる。ヤベッチトツマツ、ヤベヘル。それなんか番組かなんか。でテレビ局の中まで入っててタバコ吸いながら中で、中でテレビ局の中まで入ってたの、はい、怖いもの知らずだった。その時ツイキャスは結構自由があったんですけど、それが許されたんですよ。それでしょ。で、やべちとつなしとめて、何年ぐらい前出待ちしてた。出待ちしてたんですよ。出待ち、それがあれよ、6年ぐらい前。そこまでやらなきゃいけないと思ってたんですよ。だから今同じことまたここやろうとしてる。これタバコって吸えないの？紙タバコは3階喫煙所あります。しかもジムって入れるんですよ。鍵が開いてるんですよ。鍵が開いてるんですよ。みんな選手が中に勝手に入ってる。それ入ってたらどうなる？配信しながら？ほぼほぼされるんじゃない？ほぼほぼされちゃうんですか？何やってんの？格闘家がいっぱいいるから。